スーパーノヴァ P4U 大会開催です。お願いします。 2P にラビリス、 1P に鳴神番長ですね。赤い番長と白いラビリス、まずダッシュしてほしい。普通にチェーンでゲージを貯めていく。黄色ここでバスト、ジオで牽制して 2B 振ったところに AB アリアドネで牽制してチェーン組んで赤くなったラビリス、でジオ、ジオが噛みついてきて 2B で固め、 2B 2B 2柳3 4、壁際投げが入ったんで、コーパンのところに石を押すぞとしたら 2B が間に合った。カメラ持ってき、コーパンコーパン投げは抜ける。ラビリスパッチョ 2B を振って固める。イザナギシシシシで固め、アリアルネ B で昇竜からのイオダインで1本取ったのはエトワル3番長、3本ですね今回3本で。先に触ったのは番長、 2B が刺さって D セッカー CC で画面端、足払いが外されて 2B が刺さる。画面端と CC キャンセル、ジオダイン覚醒した、取り付かって逆ギレをガードしてしっかり画面端 B を拾って、耳が刺さり2本目も番長が取る。続いて B を振ってラビリス、 B が引っかかりチェーンで行く、スナックルカード GO、 おっとボコスカ通ったが、ここバスト、ギロチン裏にも当たり拾って、おっと裏2段で裏に回り、イザナギ DCC セッカからのジオダイン、置いてカリン、カリンで固めて、おワンモア、しっかりガード、バースト、残すとも通りフェイタル、しかし拾えなかった。カメハチエレン、牛が入って殺せない、覚醒、おっと投げが通った、ラビリスが1本取り返す。足払い、アリアドネの剣を置いて、しかし遠かった、あれおっと逆に入ってたのかな今B を振って C を投げ、投げで3を掴むワンチョ、投げ足払いに刺さり、ここでバスト、 B で中段の時間取った、ディスからワンモア、あらセッカか、セッカからワンモアですね、闘牛をワンモアして、しかし 2B だ。ここは夢と現実、精神と物質の、あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさって、それで五分、あ、本当だ、何かが起こる予感がするぞ。はい、ではラビリス対地へ開始です。ダッシュで突っ込む B、 テンナックルが刺さった、しかし続かない、こっち剣を置いて、おー
はい、そして A がしっかりエーレンゴをバースト。ヒロチン、しかし覚醒して距離を取っていく、まあ、メテを出しますよね。変わりにくい B を当てて点から B 点 B で固め、一戦目はラビリスの勝利。前出し B で B ありがとね。しかし対空をしっかり追いつく、いえ拾って遠森さん、遠森で固め、モンスジャンプ BB から暴れまくり、ここスカ締めで遠森を追いつく、ここスカ通る、いい軌道で遠森さん黒点ゴッドハンド、相変わらずの火力。調整されるんですかね、これ。で、ターンを掴んだのはラビリス。剣を置いて、おっと逆切れ見たんで、剣で固め、投げが通る。もう一回投げ。ここでエチェ覚醒。ダッシュ B、剣からの B、しかし裏に飛んでしまった。点 B で2本目。先に触った C、しかしターン離れたんでターンを取り返していきたいラビリス。B、垂直 B でチェーンからブレーキング、投げ。ID、A レンが入って、D モギュー、おー、殺したそうですね、じゃあ続いていきましょう。こっちから行きましょうか。ムラクロさん対クニクさん、お願いします。はい、では 1P にクニクさん、番長、2P にラビリス、あ、ラビリスじゃない、エリザベス。エリザベス初出るかね、大会。ジャンプ B 振ったところに DB 投げ、エリザベスさん置いといて、しかしエリザが来る。 B から CC が外れてしまった。 CC をパンチで消して、エリザベスはとりあえずタナトスさん殴りたい。後半から 2B 狙って、イザナギ置いとく、裏に回ってファーストD セッカー、バトミス CC をキャンセルしたが、逆ギで入った。アギー、D 置いといたが、抜けられて逆ギで。満潮が一本取る。CC、C で固める。ジャンプ D にしたが、削ってしまった。足払い、おっと、逆。ボコスカで逆ギアを使ったが、G をジャンプで登りに殴りたい。おっと、2C を取りにして C。うふ、2C。ここで感電。ちょっと辛い。投げで固め。投げ。エリザーはセットプレイができれば、かなりの効果力ですからね。ジャンプ B、C を渡め、D、見ていた、A で拾って、ここでバースト、もっと B に刺さったぞ、C が、B で牽制、B に刺さり、つなぎ、D9、D、C、E セットかね。で、GO、GO の打ち合いか、この距離、ラッシュ B が入り、画面端、B で拾って、CC を置いていく、ここで覚醒、エイジと覚醒から回復がある、2C、エスケープでも抜けられない、D
ティーセッカーで突っ込んでくる、投げ画面端なんで拾えたと思ったらバースト、お互いにペルソナブレイクしそう。おっと、もうじゃ振ってしまった。ここで届かない、足払いが入って逆ギレ。番長2本目、ジオで牽制していく。エリザこっちガードしてのジオ、ジャンプ B が挟って、おっとガードしてところに C2C2C2C で拾って、ジオ完全してしまった。ザナギさんが手が目し固めていったから、足払いからのアギ X、 アギライン急接から飛んでくる、ジャンプで避けて X ブルー、 X バラギ D がそっちに飛んできてしまった。急接下からの十文字、フェニックさんが勝利ですね。